こんにちは、ヤスです。今日はね、日曜日でお休みですけれども、皆さんこういう時こそセールの情報を漁って休んでる場合じゃねえという感じで、セールという戦場で戦えてると思うんですが、まあ、そんな中ですね、僕が今ちょっと気になってちょいちょい調べているっていうセール情報について、まあ、雑談がてらお話ししますね。まずね、パルサーオーディオの製品で、今これセールやってるんですけれども、まあ、特に気になって見ているのはというか、まあ、多分僕だけじゃなくて、多分多くの人が注目してるんじゃないかなと思うんですけど、1178、あとミュー、この2つね。でこれについて、まあ、このすごくね、分かりやすいサンプルを置いてくれてるので、このパルサーオーディオっていうメーカーね。なのでそれを聞いただけでも、これは言っていいかやめとくかっていうのはすぐ判断つくぐらいちゃんとしたものが置いてあるので、それ聞いてもらえれば分かるんですけれども、まあ、実機のエミュレートものではあるんだけど、どっちもね、手放しで、おこれもう実機いらなくねみたいなね、そういう感じじゃないです。さすがにね、そうじゃないね。実機と比べるデモがずらっと並んでるんで、それ聞いてもらえればわかるんですけど、実機とは違いますね。違うっていう感じで、一聴してそっかそっか、そういう違いがあるのねっていう感じでありますけれども、全体的なコンプレッションの感じとかが、まあ、ざっくり似てるよねぐらいに思っといた方がいいかなと思いますね。例えばね、1178なんですけれども、これはね、実機のサウンドと比べると、かなりほっそりというかすっきりした感じですねっていう印象のサウンドになります。で、こっちのミューの方はちょっとね、モコモコした感じのサウンド、モコモコというかポコポコというか、なんかこうレゾナンス、こうなんかこう一箇所だけポコポコ、すごい EQ で持ち上げた時のポコポコ感みたいな感じのがちょっと違う。まあ、なんかそれはね、はっきりしないんだけど、その中高域の方のこう垢抜けたワシャワシャ感が足りないせいで、その下のなんかが目立っちゃってポコポコしてるように聞こえるのか、まあ腰がちょっと低い感じというか、まあその辺がね、なんかモコモコしてるんですよね。だからね、それね、最初のね、ドラムスのサンプル聞いてもらうとね、すっごい分かりやすい。全然違うじゃんっていう感じの音だから、それ聞いてもらうとね、分かりやすいと思うね。だけどこれもぬるっとまとめてくれてる感じがすごくいいので、これはこれでいい。だから実機持ちの人がそれを期待して、実機ともう変わらんレベルかみたいなね感じで期待していくと、ちょっとずっこけちゃうと思うけど、そうじゃなくて、これはこれとして、こういうプラグイン、ソフトウェア、一つのユニークなソフトウェアですという感じで見ればですね、かなりいいと思います。この1178なんかも、そういう元のサンプルならこういう風に変化してもらいたいよねみたいな感じでちゃんと変化してくれてる、たりするので、これ買えば結構出番は多くなるんじゃないかなとは思いますね。特に現代的なポップス系のね、サウンドだったら。でこれもぬるっとまとめてくれる感じで、それなりに出番は多くなりそうなんじゃないかなとは思います。ので、まあこれはこれとして、実機はちょっと置いといて、これはこれという感じで見れば、かなりいいなという印象を持ちました。なので僕も買おうかなって今ちょっと迷ってるんですよね。ただ当初の予定ではここに予算を使う予定は全くなかったので、なかなか悩ましいんですよっていう感じなのね。でもしここでこれを買おうとしてるんだったら、まあ、僕が調べた限りではオーディオデラックスが一番お得かなとは思います。もっとこれ以外でも、こっちの方が全然安いよみたいなね、があったらですね、まあ、ちょっとぜひ下のコメント欄で皆さんにシェアしていただければ嬉しいです。ので、まあ、ちょっと僕が見比べた中ではオーディオデラックスかな。で
メルダープロダクションの、EQ もおまけでもらえる。これは60ドルって出てますけど、下で会計で60ドル引かれますので、タダでもらえるんですよね。で、今オーディオデラックスにね、買い物するとこれもらえます。で、あとさらに、まあポイント 5.9 ドル分の、デラックスバックスってね、まあ、戻ってくる分があるので、それも考えたらこれチコはまあ安いんじゃないかなと思いますね。で、買う順番をねちょっと考えたんですけど、もう一つね気になるのがあって、それはイーブンタイドのスプリット EQ なんですけど、タブ用意するの忘れた、ごめんなさい。スプリット EQ のスプリット EQ っていうね、イーブンタイドの、まあハードウェアとかね、そっちの リバーエフェクター類なんかでは、まあ有名なところですけれども、そのイーブンタイド そのスプリット EQ っていうのがちょっとまあ面白いっちゃ面白いんですけど、でそれを今僕もちょこっとデモ版で遊んでるんですけれども、あったらすごく便利だなとは思いましたね。そっか、ああいうのがちょっとしたズレ、いやそうじゃないんで、あとちょっとなんだよねっていうところに手が届くので、ああ確かにこれはあったらすげえなとは思いましたけど、明確な使い方がね見えてない方がね、多分買ってもねあんま意味ないと思うんでね、あれを買ったら薄皮1枚クオリティ上がるぞっていうのが明確に見えてる方はですね、すごくいいと思います。いいと思いますけど、そうじゃない人はね多分急いで手出さなくてもいいかなと思いますね。でまあそういう製品があるんですけど、それスプリット EQ をオーディオデラックスでも販売されてるんですけど、それ買うと、それはねなんかポイントがね 5% ぐらいなんですよ。これ 10% ついてるでしょ。でだからもしそっちも買おうとか考えてる方いたらですね、先にパルサーオーディオ製品を買って 10% 分もらって、だから1178とミュートを2つ買えば10ドルぐらい戻ってきますから、それを次スプリット EQ 買うんならそっちに使う、まあないしはまあ他のところに使うみたいなね、っていう感じで買えばいいかなと思いますと考えたんですけど、で実はね僕オーディオデラックスにポイントが返ってくる制度がくっついてから一回も買い物してないんですよ。それまでで、それ以前だったら結構何十万か買い物してるんですけど、一回もポイントついてからはね買い物してないんで、このポイントどうやって使えるのかがちょっとわからないんですよ。これ買ってポイント戻ってきて、これすぐ使えるのかな、クーポンコードみたいなのが出るのかな、すぐ次の買い物から使えるんだったら今言ったみたいな感じで順番で買ったらいいかなと思いますけれども、なんかそうじゃないんだったらちょっとわかんないなんかサウンドハウスみたいにポイントがやたら厳しい扱いとかだったらちょっとわかんないけどね、あそこは2週間なんかかるんだよね、ポイントつくまでに。ポイントつくまでに2週間かかって、なんか最近は3ヶ月になったけど、ポイントの寿命が前は1ヶ月だったんですよね。なんかひどいよねまあそもそも安いから、まあいっちゃいいのかなって感じはするんだけどちょっとね、まあ、そういう使いにくいポイント制度のところもあるので、引き締めが厳しいところもあるからね、まあ、ちょっとそれに比べてわからないので、まあ、すぐ使えるようだったら、まあ、買う順番ちょっと考えるっていうのはがいいと思いますね。で、まあ、そのパルサーオーディオの1178とミュが特にまあ気になって、見ているところです。で次なんですけれども、これバーサスオーディオっていうメーカーあるんですけど、ここが8周年記念として、VS 三振、まあ、三振の、沖縄のね民族楽器と歌と一緒になる楽器なんですけど、まあ、それとあと、琴でそれぞれ定価6600円なんだけど、これを1000円で販売すると予告してくれています、ので、それがねもうすぐですよ。16日あさってで19日まで3日間だけなんで、4日間か、なので、ちょっとまあ興味ある方に覗いてみてください。でここね割と低価格帯
から中価格帯の製品がずらっと多いんですよ。多く並んでいるところで、まあパーカッション類とか、なんかホイッスルとかそんなのとかあった。まあギター音源と、あと和楽器はね結構いろいろあるんですよね。で、そうそうそう、琵琶があるんだよね。琵琶がね、実はちょっと僕の中で結構タイムリーで、買おうかなって思ってて買おうかなと思ってて探してたんですけど、まあなんていうか雅楽の世界は敷居が高いね。ギターみたいな、なんかお手軽初心者セットみたいな、1万とか2万とか、ああいう世界じゃないんだよね、ヤフオクなんかでも探してたりとかしたんですけど、なかなか高いね。なんか普通に何十万か持ってかれるんだよね、っていうような感じなんで、なかなか手出しづらい、っていうところなんですよね。ちょっと初心者には優しくない世界なんでね、ああいうところはね。ので、ちょっと始めるに始めづらいっていうところではあるんですが、まあ、気になってた琵琶、まあ、そういう琵琶音源もあるので、まあ、ちょっと珍しいんでね、っていうところもあります。で、まあクオリティとかね、僕もちゃんと聞いてないし使ってないので分かりません。で、まだ何とも言えませんので、これを機にですね、ちょっと僕は1000円で2つ三振とこと言ってみようかなと思います。まあ勉強代としても1000円だったら別にいっかって感じで、それでまあ使い勝手、実際音楽制作で使うとなるとどんなサウンドになるのかと、いったようなところ、使い勝手といったところを見てみようかなと。そしてまあ今後注目するかどうかっていう、ところですかね。のでとりあえず、ユーザー登録だけ済ませておきました、というところで、16日から19日までの期間限定でセールが来るので、な気になる方、あ使ったことないけど1000円ならまあ勉強代としていっかっていう方なんかはね、ちょっとチェックしに行ってみてください。まあ、そんなにまだまだ無名なメーカーなのかなとは思いますね。今現段階でこのセール情報のリツイート4件でいいねが5件しかないので、まあそういうところで出て、いろいろ和楽器とかもね力入れて頑張ってくれてる、メーカーなので、まあ期待して見ていきましょう。というところがね、三振いいよね。三振、よかったらビアも買おうかなと思うけど、三振はね、僕もちょっとやったことがあって、沖縄の粟国島ってとこにいた時に、ね、教えてもらいながら三振ちょこっといじってたんですけど、あれはね面白いですよ。ギターやってる人だったらもうすぐ音出せる。ただその三振ってあれやっぱ歌と一緒になっての文化だから、本当に三振やろうと思ったらかなり難しいけど、単純に楽器だけ、物体だけを見たら、すごく簡単に音が出るので、まあ、特にギターやってる人だったら簡単に出せて遊べるので、なポップス系的に弾くとかね、使うんだったら全然もうガシガシすぐ弾けるぐらい面白い楽器ですね。手軽な楽器ではありますね。ただその文化となると歌ありきなので、ちょっとそっちの世界は難しいかなっていう、感じですかね。なんかね、三振って薬指使わないんですよ。薬指をね使わないんですよ。でなんで、僕は普通に最初触った時に薬指でパッとこう押さえに行ったら薬指は使っちゃいけませんって言われてえダメなのってなって、ちょっとびっくりしたんですけど、なんか知らないけど三振は薬指使わないらしいんですよ。なぜか分かんないけど、でも普通に楽器やってる人だったら、弦楽器やってる人だったら普通に薬指で押さえに行っちゃうところとかも、そこは小指で行くんだっていうね、なんかそういう文化らしいんだよね。よく分かんないけどよく分かんないけど、なぜか薬では使わないっていうね。まあ、でも別にポップス的にね、楽器を使おうと思うんだったら全然使ってガシガシ弾いていいと思うよ。いいと思うよっていうか全然いいですよ。僕もそういう風に使うんだったら全然そういう風に弾くしね。という感じのね、まあなかなか面白い、面白い楽器なんですけどね、三振ね。っていう、まあ三振と琴の音源、
セールやってくれるというので、まあ、見に行きましょう。チェックしてみてください。でまあ最後にですね、ベストサービスがまあまたこれは毎年恒例なんですけど、そうそう、99ユーロ99ユーロまたは99ドル以上、買えば下のこの10個の中のおまけから好きなやつ1個やるよっていうね、あげますよっていう、ね、まあ、おまけ付きっていうのはもうまあ毎年恒例ですけれども、なんかねあんまパッとしないね今年本当になんかどれもいまいちなんだよなっていう感じで、まあ本当にそれ、おそれ欲しかったんだよみたいなのがある人だったらいいとは思うけど、なんかいまいちなっていうところなんですよね。でまあ僕あのホールズオブフェイムなんか僕もいくつか持ってるんで、まあそれに継ぎ足す感じでヴィンテージレジェンズが手に入ればまあそれなりにちょっとは嬉しいかなと思うけど、振り返ればこれあんま出番ないんだよねっていうところがあるんですよね。なのでちょっと期待外れだったかなっていうところですかね、ベストサービス、まあ一応おまけおまけ制度が始まりましたよということで、まあなんか総合的に見て、あおまけをもらってここで買った方が安いなとか言うんだったら、まあポイントもあるんですね、まあここね買うっていうのも考えてみていいと思います。ということで、まあ日曜日にちょっとしたセールの雑談でした、よろしければ高評価チャンネル登録よろしくお願いします。ご覧いただきありがとうございました。安でした。ではまた。